ポケモンシルエットクイズ。このポケモンは何でしょう？ヒントは水タイプのペンギンポケモンです。答えは動画の最後です。皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。シールド側のダイマックスアドベンチャー行ってみたいと思います。よろしくお願いします。私は4番目です。それでは行ってみましょう。一番奥には何がいるかわからない状態なので、いろんな技の種類を持っているポケモンにしようかなと思います。タイプがいろいろあった方が動きやすいんですよね。はい、モスノを選択、ペルシアンを選択、オジーランス選択。じゃあ最後私です。今のところだと画面のデスか、もろばれるかなって思うんですけど、シェルブレード吹雪、毒づき持ちなのでこっちにしとこうかな。氷タイプの技持ちに一応しておきました。それでは見ていきましょう。一番奥にいるポケモンのタイプは電気タイプ。電気ということは地面タイプが抜群になります。電気タイプ、飛行タイプ、鋼タイプは今一つになりますね。いや、持ってそうなところっていうとこっちかな。この奥の岩とか持ってたりするのかな。地面タイプが持ってるポケモン、パッと見だとちょっとわからなかったので、このまま進めていきたいと思います。地面、電気タイプのポケモン、伝説ポケモンでゲットできてないポケモンいるんですよね。実はもしかしたら出会えるかもですね。それでは行ってみましょう。一番最初は私らが、画面のデスで来ている状態です。ポケモン入った時に私らが何タイプかなって見ると、ポケモンのタイプ相性も分かりますね。毒好きで今回は行ってみようかなと思います。それでは選択していきましょう。私毒になっちゃったので、ここで手持ちを変えていった方が良い気がします。変えていきます。あんまり持ち技は良くないんですけど、毒よりはマシかなというところで変えました。次は岩、水、鋼、切り刻んですね。鋼タイプ、水はシャワーズかな。岩、このシルエットだとかじり亀な気がするんですけど、違うかな。では2戦目、選んだところは岩タイプです。はい、かじり亀。岩、水タイプですね。地面タイプ技を持ってるかどうかは分かりません。どうかな。一応リーフストリームで抜群は取れるけど、光の壁みんなにかけてから進めていこうと思います。変化技、リフレクターとか光の壁あると便利なんですよね。はい、それでは見ていきましょう。これは私はこのまま進みます。残念ながら地面タイプ技は持ってなかったですね。では次行きましょう。ノーマルタイプに行くか、水タイプに行くかです。どっちかな。ノーマルの方、爆音具な気がしますね。水タイプはこれなんだろう、水タイプサメ肌かな、もしかしたら。なんかそんな感じの大きさですね。道具の選択をしていきましょう。この中だと食べ残しで HP 回復か、貝殻の鈴どちらかなんですが、食べ残しの方にしようと思います。ダメージを食らっても食らわなくてもそのターンは回復が入るっていう感じなので、HP を大切に進めていこうと思います。では最後、ノーマルタイプで出てきたポケモンは、合ってるかな。はい、合ってました。ラクオンク、鎧島に生息しているポケモンですね。本作だとエキスパンションパスでゲットできるポケモンです。ホーム経由でも動かしてこれますね。
では光の壁をかけて爆音具線行ってみたいと思います。思った以上に大きいです。音の攻撃とかがあるはずなので気をつけて進みたいですが、最初はダイナックル格闘タイプ技持ちでした。結構不安です。暴風スマートフォン、モロハの頭突きで光の壁をつけます。特殊攻撃には強くなりますが、物理はそのまま入ってしまうので何かあったらよかったんですけどね。私が使っても通常になっちゃうのでそのまま回そうかなと思います。とりあえずここからはコットンガードで自分だけなんですよね、これ。フェザーボールとかよりはこっちかな、こっちにしましょう。それでは選んでいきましょう。大地の波動、破壊光線、気合玉、吹雪持ちです。お、ジーランスが変わるそうなので私はこのまま行ってみようと思います。攻撃がウェザーボールとリーフストリームがあと1しかないんですけど、なんとかなるかな。ここで研究員のお姉さんに一番最後に会えました。ポケモンの体力はそのまま、あんまり、あ、向こうが変えたい、じゃあ私はこのままです。カジリガメ HP 今少なくなっちゃってるんですよね。電気タイプのポケモンで行くとなると地面タイプがあって欲しかったですが、今回はないので協力プレイで頑張っていこうと思います。では行ってみましょう。電気タイプのポケモンなんでしょう。あ、ゼクロム持ってなかったんですよね。やっと会えました。え、ゼクロム電気ドラゴンタイプじゃないですか。あれ、電気ドラゴンですよね。一応確認しますけど、ですよね。うわ、ドラゴンタイプなのにあんまり持ってきてない。そっか、電気ドラゴンタイプだと氷タイプ、あとは地面タイプ、ドラゴンタイプ、フェアリータイプが抜群が取れます。ただモスノーしか持ってない。爆音部も吹雪持っていたので、持ってますね。多分2体持ってる感じです。ダイアイス4倍ではなく2倍の攻撃になりますが、なんとかいけるのかもしれないです。シールド限定の伝説ポケモンになります。アキルダーがあんまり技持ちではないけど防御とかは落としてくれるからかなりありがたいです。あ、落ちちゃった。まだ倒れた回数はこれで1なので残りは2回、まだちょっと余裕がある感じですね。追い風、光の壁、特殊に強くなるようにつけていきます。あられがね毎ターンで入ってしまうんですが、確かモスノーと私の私らがは食べ残しなのでターンずつでは回復してくれますね。これでなんとか、ダイアイスのあられはしのげるんじゃないかなと思います。そしてウェザーボール、これは天気によってタイプが変わるので抜群が取れます。このまま来てよかったかもしれないですね。応援が入りました。なんだろう、ダイマックスパワーの増加、 HP 回復ですね。これはありがたい。もう一回ダイアイス、半分までこのターンでいけるかな。いけました。虫の抵抗、特攻を下げてくれてます。で、ウェザーボール、はい、効果がね、あられなので
それと同じタイプになってます。うわ電気が入っちゃいました。雷撃。あー落ちなかった。ギリギリ。このターンしのべば食べ残しでは上がるんですけど、3だけ残りましたね。食べ残し回復で10プラス、本当にちょっとだけなんですけど、こちらに来なければもう一回攻撃はできるかもしれないです。アキルダが戻りました。いけるかな。予想だとね、これだけだったら誰かしらが多分撃てるのでいけますね。爆音部も多分先制の爪でもう一回早くなるかもしれないけど、先制の爪って1回だけでしたっけ。あ、向こうが入った。アシッドボム入らなかったですね。ターンに1回かな。たまに速くなるとかだった気がするんだけど、これで終わり。いけた、嬉しい。はい、先制の爪は、確率になりますね。 20% の確率で速くなる。なので全部が引けるわけじゃないんですけど、途中で引いてくれたのがかなりありがたいです。ありがとうございます。これでゼッツクロムをいつものプレミアボールに収めていきたいと思います。嬉しい。いや、まだ持ってなかったので今回参加させてもらってかなり嬉しいです。これでゲット。途中のポケモンで色違いがいなければゼクロも選択して帰ろうと思います。では見ていきましょう。私らがカジリガメ、バクオング、ゼクロム。はい、色違いはいなさそうですね。私らがカジリガメ、バクオング、ゼクロムです。あ、ゼクロム連れて帰ってもいいかな。連れて帰っちゃおう。また多分どこかで会えると思います。シールド限定なのでソード側でもゲットするために本当はね一回見送った方が良かったんですけど、今回は連れ帰るようにしたいと思います。多分シャクヤちゃんがどこかで教えてくれると期待して期待しておこうと思います。では今ゲットしたゼクロムを手持ちに入れてピオニーさんに見せていきたいと思います。ポケモンホームからゼクロム連れてきてあったので、前にね一回見せてはいたような気がするんですけど、今回捕まえたレベル70のゼクロムで聞いてみたいと思います。ゼクロム、電気バリバリじゃねえか。何、稲妻で世界を焼き尽くせるポケモンだと。そんな物騒なやつ連れて平気な顔してる隊長、大した玉すぎんだろ。あれ、バリバリされねえように気つけるんだぞ。もう仲良しだから大丈夫です。一応シャクヤちゃんに聞きますね。ファイヤー見つけちゃった。私ファイヤー多分知らないんだよね。うわ嬉しい、また増えました。はい、ということで今回はシールド限定のゼクロムゲットできました。飛んでる姿もかなりかっこいいですよね。表情はこれと、これです。はい、今回のシルエットクイズのポケモン、このポケモンは何でしょうの答えはポッチャマでした。ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパール、今年の冬発売のポケットモンスターのゲーム内では御三家のポケモンとして水タイプのポケモンを選択するとポッチャマがもらえます。他には草タイプだとナエトル、炎タイプだとヒコザル、この3体が御三家になります。いや、今からブリリアントダイヤモンド、シャイニングパール、かなり楽しみです。この動画が少しでも良かった方は、高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、See you!